どうもスカイピースゲイというわけで皆さん、約何年ぶりでしょう。ディズニー動画です。あの日から約何年経ったろう。ディズニーの動画待ってるってめちゃくちゃ遅れてきたんで、いやもう今日は本当に楽しんでいきたいなと。ただいまの時間が5時なんです。朝早すぎてるって。なぜ朝5時に来たかというと、早すぎ。新エリアファンタジースプリングスで1万円企画が。ファンタジースプリングスに入るには朝5時ぐらいから並ばないといけなくて、6時半ぐらいに始発組がやってくるんですよ。なるほど。で、始発組の人と重なるとかなり後ろの方にされてワンチャン入れないなんてことがあるので、今回は5時から並んでいきましょう。わーすごい。急ぎましょう。急ごう。ドンドン。この中で一番暇してる男です。前から10番目ぐらい食べましたね。だいぶ暑いね。今日はあれでしょ、まず一番最初にアナのアトラクション乗って、あれその後にピーターパンのアトラクション乗って、できればもう最後にラプンツェル。まあでもピーターパン2個ありますけどね。あ、ピーターパン2個あるんだ。ピーターパンとティンカーベル。あ、ティンカーベルってティンカーベル。あ、だるいて。僕はマコさんも来てます。どうマコです。時刻は7時半を回りました。こんにちは。おはようございます。こんにちは。で、このファンタジースプリングスのこのエリアに行って、この食べ物マーク立ち上がり始めました。もうそろそろ近いですね。そろそろですよ。そろそろ。いや、結婚しましたみたいなね。男2人で。空の桜は2度咲きます。どうもロックライです。ロックライって何？マイとジンです。マイとジン。ライとジン。あ、進んだ。楽しみ。行こう行こう。おはようございます。出発。あ、いい声出てますね、デオさん。ここ入って入場するにはすぐファンタジースプリングス取らないといけないから。ファンタジースプリングスの用意してもいいんですね。さっきの Wi-Fi 繋がって大丈夫かな。テオ君がやってくれるの。3人分3人分急いで。はいはい。さあ行きますよ。花雪終わった。え、花雪取れない。マジっすか。これどうやって兄さんはどんな感じですか。今ネット環境を探してると。なあこの携帯。変な携帯使いやがて。バカ野郎お前。なあこの携帯。バカ野郎。最初写真撮る。あ、ごめん。あ、だい。三ページ目。はい、三ページ目。ラプンツェルのランタンフェスティバル撮りました。お、撮れた。お、撮れた。撮れた。撮れた。すごい撮れた。ラプンツェルまだいける。メニューまで。あ、じいさんじゃ僕のあできない。シシ。入れました。よかった。マジよかった。よかった。1時に入れるので、うん、そこからレストランとか行って1万円企画が実行できるんですけども、はい、まあ1時までは何もすることないということで、はい、遊ぼう。イエーイ遊ぼう。イエーイ遊ぼう。服使いました。イエーイ。すごい。全身身にまとえました。これがエルサで、これがマリー。タワーオブテラーとか乗る。あれ乗れる人。乗れます。乗れる人。乗れます。じゃあちょっとタワーボテラーの方にあのトイストーリーマニアが隣にあって、その前にアイスの売店もあるので、タワーボテラーの塔を目指しましょう。わあすごい。行こう。わあ嬉しいね。嬉しいね。嬉しい。ディズニー普通にディズニーだもん。行こう。いつぶりですかディズニー。いや本当1ヶ月ぶりくらいですかね。どれくらいぶりですか。僕は2週間ぶりですね。2週間ぶりで今日来て、でまた行くでしょ。また行く予定もありますから。これディズニー大好きマンやん。大人になってからより好きになるディズニーって。パレードで泣くとは思わなかったもん。まあ感受性豊かになってるからね。そう、泣いたんだパレードで。それ嘘泣きでしょ。でも嘘泣き。嘘泣きでしょ。嘘泣き。プライベートで来て嘘泣きする人。そう意味わかんない。何したい。なんか周りのファンの子とかに見られてたら、あテオ君こういうので泣くんだなっていうので好印象にさせたいから。見てこの光景が大好きやね。ここな。
タワーオブテラーが。とりあえず買ってきました。すごい、俺これ初めて見た、マスカットアイスピンクラベルの。今回あの新エリアで1万円企画とは言ったんですけども、はい、行けるかなと思ってます。新エリアだけで新エリアで、まだこれはじゃあ入らないよってこと、ね、これは入れなくてもいいんじゃないかと思って、ね、一旦入れないでみましょう。いただきます。いただきます。やはりうまい。うめぇ、うん、おいしい。ドナルドいるやん。あれドナルドっていうの見える。え、ドナルド知らない人。え、あの海外のおじさんいや、ドナルドじゃない。え、海外のおじさん、ドナルドじゃない。あの青い T シャツのおじさんじゃないの。いや、あれドナルドじゃないだろ絶対に。やべ、ドナルド来た。うわドナルドっぽ。ドナルド、ナターシャ、ナタアレックスそう、ドナルドになったってアレックス。そう、僕かわいいって言って隣の知らないおじさんが僕って言ってきたら一気に冷めるわ。え、何、気持ち悪いってなる。さっきのお前の方がキモいね。シシ、念願だった、はい、ガーリックシュリンプのポップコーン買いました。いや、すごい、初めて食べるけどニンニクなんだ。すっすごいね、これ、うん、あの今まだ朝早いから、うん、そこまで並んでないんだけど、これずらーって並ぶんですよ。人気なんだ。人気なの。で、うわこんな並ぶかって言うんだよね。毎回諦めてたんだけども、すぐ買えたんで買いました。いや、これに初めて食べる味。めっちゃニンニク。ディズニーでニンニク臭い人がいたらこれだ、絶対原因。そうだよ。そういうやつになんていうか知ってる。なんていうの。キャッチャーリーナー、キャッチャーリーナー、キャッチャーリーナー。あれからソアリンとタワテラに乗りまして、もう結構な感じでボンビアッチョしてます。どうした、入りワード、ボンビアッチョ、はい、本日のパワーワード、ボンビアッチョなんですけども、はい、ついにこの動画のメインとなる新エリアでございますけども。待って、今何時ですか。今13時なんで。え、僕たちがディズニー着いてから8時間経ってます。めっちゃ経ってる。やん、ずっといんだ、ここずっといますよ。やばい、もう汗だくです。今でね、し、なんやねん、今日来たら、お前、キャッチャーリーナ、キャッチャーリーナ、キャッチャーリーナ。見てください、すごいドアアップしたら分かるんですけど、あそこにラプンツェルいるの分かります。いますよ。ほんとだ、今ラプンツェルって言ったじゃないですか。うん、うわ、その隣、アナ雪です。ほんとだ。そしてその横には、え、なに、超怖いピーターです。確かにちょっと怖い。ちょっと上から毒ガス出てるので止めます。シシ、新エリアだ。みんな朝早からお疲れ様。ディズニーについて、6時間でしたっけ。8時間か。8時間が経過した。8時間経過して、今いくら食べたんですか。ゼロです。ゼロ。皆さん見てください、右手に見えますのがラプンツェルの塔でございます。見たことある、あそこから髪の毛垂れ流しての登るやつでしょ。来ました。あ、え、穴雪の世界、空と海が。シシ、さあというわけで、はい、いよいよ、いや、この企画のメインとなる1万円企画スタートです。おお、どんだけかかっとるんこれ。届きました。これすごい、ほらこれすっごいよ。うわ、何これ、何これ。これがなんか、なんだっけな、こちらのセットでお値段、うん、3,500円。でかい。これ2人分なんで7000円ですね。7000円クリアです。熱っ。乾杯。乾杯。ありがとうございます。あー、上下関係すごい。うわ、幸せ、幸せの死なんでしょう。信仰を妨げないで。幸せの、あ、あくびをしている暇があったら仕事をしなさい。幸せの、わ、わだかまりだと思うなよ、ここは水たまりだ。幸せの、背で、背投げが多めの女の子を確保しました。いや、おめでとうございます。うわ、うまそう、これ見て。うわ、え、ペンネ入ってる。ペンネ、パイの中にペンネとビーフ。うわうわうわ、すごいこれ。いただきます。まだ食べません。いただきます。まだ食べません。これこういう気持ちか。この歌知ってる。ペメに分かだな。だって俺のお父さんとお母さんで扉開けて歌ってるもんね。なんか良すぎる。離婚してんのなんで言う。この雰囲気が最高なの。アナ雪の世界に来た感じがあるでしょ。あとこの遥か日のこの風景、そして幸せそうな人々の顔、あれ、まるでディズニーの中に入り込んじゃったみたいだ。生まれて初めて音楽に乗り、お、待って、耳が、お前お前、
たちアトラクションも乗れるんですよね。なんとラプンツェル乗れます。光の頂点みたいなの。わかる。マリアちゃんの結婚式でしょ。あ、そう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 、マリアちゃんの結婚式に参加されてなんかラプンツェルでやったみたいな。逆ね。逆マリナーズの。マリナーズの千葉ロッテ。あ、千葉ロッテ。マリナーズじゃないマリーンズね。このエリア結構広いんだ。結構広い。神社の部屋ぐらいあるんじゃない。うちどんだけ金持ちだと思ってんだよ。前の家の全部の部屋含めても全然足りない。だって YouTuber って金持ってんじゃないの。そういう印象古いな。もう楽って稼げる職業じゃない。あ、まだ行ってるんだそういう人。サーモン食べていい。うまいか。うまくありがとう。雪だ今咲くな。シルクさんのイメージ知ってる。いやシルクさんの、シルクさんの名前ね。え、お腹いっぱいなの。ちょっとめまいが昨日の夜からすっごい1ミリもない。元気いっぱいで。もめもめ。テオ君の後ろの席目線。テオ君の後ろの席でプリント配られる目線。高校1年生。席替え2回目で隣になった藤枝が誘ってくる目線。放課後どう。あれやばい、あと10分ぐらいで出ないとラプンツェル間に合わなくなる。俺 人が来るとこさ近くに来る。お前ここの梅干しすごいな。あ、ごめん。あとは僕のコーラ。コーラ。アナ雪の世界のレストランに入りまして、はいはいはい、現在7000円食べましたが、はい、もう7000円1回で。ここでボーナスタイム。ボーナスタイム？ラプンツェルのアトラクション乗れます。はい、ナイス。あと10分以内に並ばないとなくなってしまうので。マジ急ぎましょう。さあ来ましたよラプンツェル。ほら見て。まあ、神社あんまちょっとディズニー知らないかもしれないですけど、あれがユージーンです。違います。なんか動きがリアルだわ。あ、テオ君レストラン、これこのレストランにこの後食べに行きます。これはすごい感動する。感動するよ。これテーブル揺らすとこのカメラちょっとすぐ倒れちゃうから気をつけてして。レイ、ディズニー新エリアファンタジースプリングス1万円企画、これ食べきれば達成です。だからもう3000円以上するってことですね。これは3000円以上します。がしかし時間が経って腹がいっぱいになっている件について寺島氏どうしよう思いますか。腹はパンパンでござる。アナ雪の食べ物を食べてラプンツェルの乗り物を乗ってその後にラプンツェルのお店、これ達成する可能性これ一切ない。僕のがフィッシュバーガー的なものになってて、ジンタンのがソーセージトマトエッグマフィン的な。マジか。え、真っ黄色、こんな黄色。え、俺の、え、麺から。これは気になるね。これ何ミルクティー。らしいね。うわー、どうなの。あ、中になんかゼリーっぽいの入ってそうだけど、これかな。うわ、うまそう。あ、ぜひ一口目は僕に飲ませてください。その後全部飲んでいいです。あ、先にいただきます。おい、ミルクティーかこれ。ね、ミルクティー感ないよね。さっぱりしてて、さっぱりで、ゼリーも入ってるからすごい食べやすい。うん、うわ、ボリューミー。これボリューミーだよね。やばい。5メートル離れて今この画面見たら多分ジンタン、これマコさん映ってる感じになってるから確かに黄色だわこれハンバーグちょっとマコさんに見えてるから、うん、これマコさんに変わっても気づかないんじゃない、うん、ほらあんま変わんないでしょ、うん、藤枝さんトマト美味しい。誰がジジイだよ。あとちょっとで12時間だ。やばいね。ディズニーってこんなに楽しめんだぜ。俺ディズニーこんないたの初めてかもしれない。
朝から来ることあんまなくない？大人になったら昼ぐらいからだよね。うん、朝5時もやっぱり朝5時になんてこともない。いやでも本当に思い返してみたらワンちゃん入れなかったのやばくない？危なかった、マジやばい。最高の思い出作れました。でもこの最高の思い出も日が経つことに薄れていくんだろうな。そして死に際には思い出しもしないまたまた小さな思い出なんでしょうね。そしてこうやって話したたわいのない会話もいずれは忘れて何もなくなるんだろうな。いずれ土に帰ってまた花となりディズニーランドの植物に育て上げられるんだろう。そしてそこで二人組のコンビを見て俺たちはこう思うんだろうな。山下和夫、俺は負けねえ。天狗アーチャーの話知ってる？失礼しました、山下和夫が出てしまいました。山和山和が出てしまいました、申し訳ない。俺が言ってほしいツッコミ言ってね。いや、キモ。言ってほしくないんでダメです。触んな。違うよ、触んな、もうツッコミじゃない。違う、なんだよ。お、わかった。お、すごい、超手すんないよ。正解。ピピ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 。じゃあ全部やって。じゃあヤンキー集団に絡まれました。そこで俺がバンと前に出て、ジンタンはそこで待っててくれっていう。じゃあジンタンが、テオ君俺も戦うよって言って、そしたら俺次の言葉言うから、その時に突っ込んでほしい。うん、なるほどね。ヤンキー集団に絡まれました。バン、俺前に出ます。ジンタン、ここで待っててくれ。忘れんな、早っ。もう突っ込んでるやん、もう突っ込んでるやん、テオ君が。そんなつもりなかった。ヤンキー現れました、絡まれました。俺出ます。ジンタン、ここで待っててくれ。テオ君、俺も行くよ。二度は言わねえぞ。二度は言わねえぞ。ツッコミ？ここでツッコミ？ここでツッコミ。その必要はねえだろう。ゼロ点。え、待って、なんでそれ？ボケてないじゃん。ダメか。え、答えないよ。答え？いや、ウィンドブレーカーの梅宮か。いや、むずいって。梅ちゃん、梅ちゃん、めっちゃお腹いっぱい。てか、小学校の頃トイレ行くの恥ずかしかったの、今思うとなんでって思うけど、うんちマンって何なんだろうね。今もヒカキンさんに言ってほしいわ。うんちマンって言ってるやつマジしょうもないよっていうのをヒカキンさんの口から言ってもらえたらさ、いろんな人がさ、あ、しょうもないんだこれって気づけるやん。ひまわりチャンネルでもいいよ、うんちマンって言ってるやつしょうもねえぞってひまわりちゃんに言ってもらって。ひまわりチャンネルってあの筋トレの？違う、誰と間違えたよ。120キロのベンチプレス上げる筋トレのひまわりチャンネル。サイプレ、待ってんなこれ。あれ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 、あれ偽物だってんだけど。ポテトだよね。あれポテトだよね。これはポテト。何ら変わりないだよね。うん、あれレプリカこれ。あ、ストラップ、ストラップっぽいこれ。織田信長の名言は何でしょう。織田信長の名言か。有名、まあ、有名っちゃ有名。ご家族に多分載ってるよ。スカイピースがいっちゃおもろい。織田信長は主に何した人。国家聖書を作った人。いや、作曲者さん。作曲者さん。西郷隆盛の名言何。西郷隆盛の名言、待てと言ったら絶対に待て、待てと言ったら絶対に待て。番犬八号の物語は何。番犬八号の番犬八号一号からの生き残り。番犬じゃないから絶対。中犬ね。番犬八号って何。番犬八号。うわ、俺人のクシャクシャ音聞くのめっちゃ好きなんだよね。俺だからさ、猫がさ、ご飯食べてる時とか俺めっちゃミミスもしてたけど、猫は可愛いかも。チュールとかの人間のはダメだかも。可愛い子だったら、うん。僕たちスカイピース、うん、夏の YouTube 盛り上げたいということで、はい、気合い入った企画やっていきましょう、はい、登山から始まり、うん、山登りね、今回のディズニー、うん、そして金曜日土曜日なんと24時間生配信。すごい。なのでぜひ皆さん、見に来れる方ぜひ見に来てください。ぜひ遊びに来てください。俺ら頑張ってますんで。というわけでディズニーシー新エリアスカイピース
サマースプリングウィンターへようこそ。ようこそファンタジースプリングス新エリアで1万円客だってママ遊びに来てね。ありがとう。久しぶりのディズニー動画どうだったでしょうか。新エリアファンタジースプリングス皆さんも行ってみてください。案件みたいだよね。案件ください。次回のスカイピースは上に上に登っていくぜ。24時間ゲーム生配信、ぜひ皆さん遊びに来てください。それではピース。